アラン・シリトーは、イギリス、ノッティンガム出身の小説家、ノッテエンガムの出身。ナメシガー工場の労働者の子供として生まれ、14歳から、ラレーの自動車工場や、ベニヤ板工場などで働く。19歳で軍隊に入隊し、無線技師として、マラヤに配属されたが、肺結核となり帰国。治療生活をしながら、文学に目覚め、音給休暇で滞在した。 マジョルカ島で執筆した土曜の夜と日曜の朝でデビュー。翌年の短編集、長距離走者の孤独で作家としての地位を確立。シリ島の分断への登場は、怒りを込めて振り返れのジョン・オズボーン、ラッキー・ジムのキング・スレイ・エイミス、急いで、駆け折りよのジョン・ウェインなど、怒れる若者たちと呼ばれる一派と時を同じくしていたため、そのメンバーの一人とみなされることが多い。 しかし、この一派の中心となった作家たちは、おおむねオックスフォード大学卒のインテリであった。この点、工場労働者の息子であり、自らも工場労働者であったシリトーとは異質のものであった。反体制を叫ぶ、怒れる若者たちの怒りは体制の改革とともに消えてゆく。しかし、シリトーの主人公たちはなおも怒り続ける。 社会が不当に気づいた彼らの周りの規制への反発、その規制を守ろうとする権力者の偽善に対するアナーキックな憤りから、不道徳行為という方法で権威へのささやかなプロテストを試みる。しかし彼らの行動は、積極的に体制を破壊しようとする方向には向かわない。反体制的反抗ではなく、非体制的な反逆とでも呼べそうなものである。代表作、 長編、土曜の夜と日曜の朝と短編、長距離走者の孤独は映画化され、いずれも英国アカデミー賞を受賞している。2010年4月25日にロンドン市内の病院で死去した。82歳ボーズ。DVD、長距離ランナーの孤独収録の、プロフィールハット DVD、長距離ランナーの孤独収録の、プロフィールハット DVD、長距離ランナーの孤独収録のプロフィール。 エ c シリトーシシキョ国の作家、共同通信、2010年5月18日へ閲覧、ありがとうございます。